私は列車が大好きでね、人類の発明品の中でこいつがピカイチさ。これはね、400年前大陸間鉄道の開通式に出席した時配られた記念の品なんだよ。よくできているだろう。まあ出席したといっても翼を隠しお忍びでなんだがね。天使やフォーリオンの存在はアストルティアの民に秘匿されている。陰ながら世界を見守るのが祖先がルティアナ様と交わした約束なんだ。英雄たちに試練を課すのも我らの使命、世界の守護を全うするためでもある。おお、やはり美しいな。四天の星巡りを乗り越えた英雄の魂というものは、まばゆい光に満ちている。よくぞ、四天の星巡りを突破してくれた。さすがはユーライザの見込んだものよ。前置きが長くなったね。私は、聖天者を預かる天使長、ミトラ。まあ簡単に言えば四天の星巡りを司る者たちの長だ。お前の突破してきた四天の星巡りは英雄の魂を鍛えるためのものというのはすでに気づいているかな。鍛え抜かれた魂のみが我らの望む高みへと到達しうる。だからお前には期待しているんだよ。フォーリオンにはお前に反感を抱く者も少なくないが、実力を認めている者もいる。その点だけは忘れないようにね。さて、四天の星巡りを乗り越えた者には最後の仕上げとして禊を行ってもらうことになっている。禊とは、偉大なる力を得る前にこれまでの罪や汚れを払う儀式だ。偉大なる力がいかなるものかは禊を終えた後に明かすとしよう。今しばし待ってくれたまえ。禊は城塞の泉にて行える。聖天区画の東にある建物を目指すといい。水がめから流れる水を浴びるだけでいいのか。ええ、それがみそぎというものです。よよ、また英雄のご到着かな。
お前は。ああ、お前はそこで見ていなさい。アシュレイ殿の後だ、後。悪いな、すぐ済ませるから。これも試練だって言うんじゃないだろうな。天使ってやつは意地が悪いな。違いますよ、試練じゃありません。こんなの想定外のトラブルです。急ぎ天使長にご報告せねば。いやいや、あんたが持ち場を離れちゃダメでしょ。代わりに俺らが言ってやるよ。おお、それならぜひ。というわけだ。俺はアシュレイ、生前は勇者をやっていた。しかも初代なんだぜ。初代始まりの大魔王ゴダを倒したのは、何を隠そうこの俺さ。イエイ。おお、名優。そうか、名優なのか。いいじゃないか、勇者と名優で仲良くやろうぜ。うおー、匂いがきつくなってきたな。鼻が曲がらないうちに聖天社の天使長に報告しに行こうぜ。初代勇者と当代の名優が揃ってどういう了見だ。私は禊をしてこいと言ったのだぞ。よもや水浴びは冷たいから気が進まんなどと抜かすのではあるまいな。冷たいだけならよかったんだけどさ。なあ、汚水だと。すまない、転生教始まって以来の事故だ。言葉を失ってしまったよ。いにしえの大崩壊の日でさえ、奴らにフォーリオンが蹂躙されてもあの水源だけは汚されなかった。それはひとえに女神の加護があったゆえ。もはや加護は失われてしまったのか。そんな深刻にならんでも。汚れたんなら綺麗に掃除すればいいだけなんじゃね。知らねえけど。切り替えが早いな。さすがは初代勇者。ならばお前たちに泉の浄化を頼むとしよう。どうだ、引き受けてくれるかな。おいおい、冗談だろ。俺らにドブさらいをやれっての。人助けこそお前の本分であろう。
なぜなら勇者なのだからってね。困ってる私に手を貸しておくれよ。それとも我々が泉を浄化するまで信徒の改正堂で無意に時を過ごすかね。それはごめんだな。退屈すぎて二度目の死を迎えそうだ。俺は引き受けようと思う。お前も手伝ってくれるよな。よし来た。それでこそ勇者の盟友だ。では浄化の方よろしく頼むぞ。どうやって浄化するかは、そうだな、前代未聞のことでもあるし、聖天社の書庫ででも調べてみてくれ。え？丸投げなの？その通りだ。四天の星巡りの延長線とでも思ってくれ。書庫はこの聖天社の2階の西側にある。さあ、行った行った。なんか見つけたのか？あ、もしかして浄化の方法が書いてある本か？おやるね。何清めの大玉？こいつがあれば汚れちまった泉をきれいにできるってわけか。で、どこにあるんだ？清めの大玉とやらは。あんた、知ってるかい？いいえ、私も詳しくは。知っているのは、あらゆる汚れを浄化するすごい薬品であることくらいです。使われた記録がないので、その薬品は聖天社にもないかもしれません。でも、ほら、作れるって書いてあるぞ。覇者の黒曜石ってのがあればいいんだとよ。覇者の黒曜石ですか。あいにくフォーリオンじゃ取れないんですよね。アストルティアでなら取れるんでしょうけど。いいね、観光がてら行ってくるよ。
俺が生きていた時代とどれくらい変わってるか見てみたいし。え？知らないんですか？英雄は転生境から出られないんですよ。魂から復元した仮初めの命なんですから。でもあなたの隣にいる人ならアストルティアにも行けるでしょうね。何せ生きてるんですから。お前、あ、そうか、東大の名優って言ってたもんな。生きながらにして英雄って、お前何気にすごいやつだったんだな。俺にはいけないんじゃ仕方がない。覇者の黒曜石の調達はお前に任せるよ。守備よく材料が手に入っても調合できるやつがいなきゃ話にならんか。腕の立つクスシを見つける必要があるな。よし、そっちは俺が探しとく。にしても覇者の黒曜石がアストルティアのどこにあるかがまだ謎だな。そういうことでしたら、こちらのケースに保管された本も調査にお役立てください。今は泉の浄化のため特別ですよ。そこの君、ちょっといいかな。
聖天社はどの建物かな。ん？どうした？何か言いたげな顔をして。アシュレイを知ってるのか？そうか、兄貴の知り合いか。アシュレイは双子の兄でね。俺の名はレオーネ、初代勇者の盟友だ。よろしくな。君のような反応は久々だよ。天使たちは皆事情を知ってるからさ。アシュレイのやつとは別々にここに来て、四天の星巡りでもあいつ常に先行しててさ、まだ再会できてないんだ。でも俺のことはしばらく兄貴には内緒な。驚かせてやろうと思うんだ。見たところ君も英雄のようだけど。君が四天の星巡りを始めたのはつい最近なのに、ものすごい勢いで追い上げる者がいると聞いていた。それが君だったんだね。会えて光栄だ。と、しまった。自分から聞いておいて忘れてたよ。聖天者はどっちかな？助かる。後でゆっくり話そう。じゃあね。
よし、開いたぞ。けど、ここから水源までは結構な距離がある上に、道中には魔物まで出るって話だ。勇者の本分は人助けか。たく言ってくれるな。時代が変わっても変わらないこともあるもんだ。俺らもよく言われたよ。大魔王を倒すのです。なぜなら、お前たちは勇者なのだから。レオ、レオーネなのか。昔のまんまじゃないか。お前こそ夢みたいだよ。お前も英雄として蘇っていたなんて。審判の天使たちが何かにつけて初代勇者のことを褒めそやすから、こっちは兄貴がいるのを知ってた。途中からは君の名もよく聞くようになったな。何？お前ら知り合いなの？水臭いな。レオは俺の弟なんだぜ。教えてくれてもよかったろ。内緒ってなんだそりゃ。お前の驚く顔が見たかったんだよ。それで口止めしていたのさ。試練だのなんだの流されるようにこなしてきたけど、こんな嬉しいことが待ってるなんて思いもしなかったよ。俺もだ。また会えて嬉しいよ。それと二人が神代の意向に入る前でよかった。大体の事情は天使長から聞いてる。俺も協力させてもらうよ。でもよ、ここには魔物が出るらしい。神話時代の遺跡に住み着いているって。どうせ雑魚だろ。大魔王に比べりゃどいつもこいつも格下さ。死にはしないよ。そんな顔するなって。もうヘマはしないから。バカ、違うって。またお前と肩を並べて戦えるって思うとな。じゃあ行くとするか。目指すは泉の水源だ。サクッと浄化してこようぜ。